みなさんこんにちは。今日はコムギンチョ推し方の、ディズニーのミッキーマウスとミニーマウスの、推し方でミッキーミニーが簡単に作れちゃう小麦粘土で遊んでみたいと思います。種類あるんだね。6種類を混ぜて他の色を作るって感じです。それではやってみたいと思います。これミニーちゃん完璧に作ってみましょう。難しいやろね。6色ミニーちゃんから。ミニーちゃんはリボンがあります。リボンはピンクになります。あ、マスワヤ。ミニーちゃんのリボンの部分に入れていきたいと思います。柔らかいから作りやすい。リボンのところははみ出さずにいけたはず。よし、次はお花。お花は茶色やな。わあ、頑張った。ピンセットいるぐらい。あ、目にも。ミニーちゃんの目の中。ちっちゃい目。まつげなんか作られへんな。お目目を白で。すごい柔らかくていい粘土だね。立っちゃうかな。白のとこ。あ、いいかな。
るよ。あ、茶色じゃない、白と茶色を混ぜたら肌色になるはず。よくこねるよ、こねるの楽しいね。よしよしよし、肌色になれ、肌色。ゆっきーちゃんの顔のところこれ押し込みます。取り出します。完璧、リボンはすごい可愛くできた。うん、ミニちゃん、ミニちゃんだね。これは、もうその明日ちゃんと遊びたいと思います。みんな、動画を見てくれてありがとう。他にも楽しい動画がたくさんあるよ。それでは、また見てね。ありがとう、バイバーイ。